そうなんだ。じゃあこの可愛らしい人形は何に使うものなのかしら。それは外の世界で使われる弾幕訓練用のおもちゃだね。小さいガラス玉を弾幕の代わりに飛ばし合うものだよ。特別な能力がない人でも弾幕遊びをすることができるらしい。外の世界の人たちも弾幕ごっこをするのね。さっきから何をずっと眺めているの？これは僕の大事なお宝さ。今日のように雷雨のひどい日ほど美しく輝く秘宝、ゴールドスフィア。どうしたんだ？おい、これは商品じゃないよ。僕の大切な金の玉だ。ねえ、勝手に触らないでくれ。見せて。いや、ね、やめたまえ。よく見せてよ。ねえ。僕の大事な玉が、金の玉が、うわっ！大丈夫？凛之助さん？ああ。大丈夫さ、問題ない。レイ。どうしたんだいレイ、そんなに僕を見つめる。ものすごく邪悪な力を感じるわ。あんた、本当に凛之助さん？おいおい、僕は僕だよ。おかしなことを言わないで。そうは思えないけどね。いけないな、あれ。あまり僕を怒らせないで。僕がその気になったら、君なんてどうにでもできちゃう。凛之助さん、それ本気で言ってるの？なんなら試してみ、君程度の力では話にならないから。凛之助さんの様子が明らかにおかしい。なんとかして正気に戻さないと。とはいえ、相手を説得するなんて私の趣味じゃないのよね。まずは凛之助さんを叩き伏せる。話はそれからよ。
いいね。